ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日はね、富士海遊 E257系を、リベンジでね、取り直そうと思って八王子駅までやってきました。昔ね、あずさとして E257 が走ってた電車が走っていきましたね。東京方面が奥の方ですね。で、ここから、橋の上から撮れば、必ずね、撮れるだろうと、被らないだろうということで、橋の上から撮影を行おうとしてます。あ、来ましたね。E257 ですね。E257 の思い出としては、暑さだった頃に、八王子から茅野駅までをね、乗ったことがありましたけど、結構ね、急ブレーキ、カーブの手前で急ブレーキをね、かけるんですね。山間部を走るんでね。で、そうすると、結構シートからね、体がズルズルっと前の方にね、ズルズルっと落ちちゃうんですよ。落ちるぐらい、かなり急ブレーキをかけてましたね。で、スペック表で見てもね、結構減速度の、数値がね、結構高いんですね。で、山間部をね、ブレーキをかけながら、カーブを抜けていくっていう作りの車両でした。振り子装置がついてないんですね。で、うまくね取れましたね。中央線が東京方面に向かっていきましたということで、うまく取れたんで、この辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。